よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よっしゃ、今回はね、ちょっとね、アイテム整理をね、ちょっと見せようかなと思っております。まあ、なんでかと言ったら、まあ、いつものようにね、まあ、預けて、整理して終了とかじゃなくて、今回アイテムをちょっとね、売ろうかなと思っております。レイピア売れないのか。レイピア売れないのか。しょっぽいな。このソードバスターとか絶対いらないような気がするんだよね。バーサークとかも絶対いらないから、これ全部売ります。とりあえずね、今はね、金が欲しいんだよ。すげえ金が欲しいんだよ。レイピア売る必要ないんか。じゃあこれはあれだな、エイリークに使ってもらおう。で、まあこういう槍とかはあんまり売る必要ないけど、これ少ないの売っちゃう、売っちゃおう、もうどんどん売っちゃおう。なんかさ、すごい邪魔なやつなかったっけ。デビルガンダムじゃなくてデビルオノみたいな。あ、俺これもいらない、いらない、あ、もういらない、まあ、エクスカリバーも売っちゃうから。結局エクスカリバーあれだな、見えてないな。あれだな、時間あった時に俺があの、縛りプレイなしでやりたいな。うふぅ、貴重品だって。貴重品なの？いらねえよ、こんな。3回しか使えないし。おーへい。そう、この貴重品売りてー。あ、これエクスカリバーも絶対売れんよ、そしたら。そう、売りてー。超売りてー。こんなんいらねえ。あ、もらえるのいらいな。あ、いらいらいら。はい、もういら。あ、まあ、いらないよ、バカ野郎。あ、いら。はい、いら。あ、いら。あ、売りてー。いいやん、別に売ったって。いらいら。この闇属性高いな。闇属性超高いな。売る売る。はい。預ける。はい。あ、エクスカリバーも売れんし、あれも売れんし。あー、魔除け、魔除けもいらん。魔除け、魔除け使っとくか？いやいや、いらんやろ。いらんやろ。あー、これもいらん。あー、高い、いやいやいや。あー、もう売る、全部売っちゃえ。売れ売れ売れ。宝の鍵もいらん。もうどうせ取れん。無理。諦める。もうこんだけ金があったらいいやろ。闘技場とかね、使えばね、ほんと。ゼトを相当経験値レベル上げてからね、もう絶対無敵のゼトができたんやけどな。まあそういうのはね、プライベートでしよう。うん。で、プライベートでしたやつをあの動画で見せればいい。こんな感じになりました的な。まあこれも売ってえな。これもこれ売れ。うん、これも売ろう。これも売ろう。傷薬はダメだ。ロケーションも持っとく。売れ売れ。売れ売れ。マスタープル。あれ味方ってもうなんねえよな。もうならんよね。誰に聞けんよ。ポロプン、これは持っとこうか。安いし。誰もいないよな、もう。もうこっから仲間になるって言ったら、無理だもんな。シナの技だもんな。だって、20話やで。もう最終話や。近く。もう、はい、売るー。でもセーブしちゃうからな、俺これで。で、アイテム整理をね、しようかなーっと。じゃ、こっからは、黙りまーす。よーし、アイテム整理をしてきました。こんな感じに、まあ、エフラもね、いつも通りに、槍全部と。このね、主人公特化型っていいよな。この、槍しか使えない代わりに、ものすごい能力値が高いみたいなね。そういうね、やつなんだけどな、やつと思うんだけどさ、エリックはさ、弱すぎだろ、これ。なんこれ？なんこれ弱っ？これ弱いけど、まあ、レベル5だからしょうがない。じゃあしょうがないけど、いやそれでもエフラムレベル11でこれだからな、強すぎだろ。でこれアメリア強すぎでしょ。これもうすぐ全部完走するぞ。防御力はちょっと低いのがね、感染ちょっとダメだけど、デュッセルがねこれだからね、能力値が、まあ、防御系が高いのがねすごいいいんだけど、まあグレートナイトだからね、高いのはいいけどそれ以外はちょっとな。で、特効薬にみんな持たして、傷薬をこんな感じにつけてます。ヒーニアスは当然雑魚です。はい。で、武装で、いろいろ、剣とかね、買ってます。剣買って、まあ、鉄はいつも通り持って、まあ、勇者のとか、こう、キラーアックスとかもね、買ってます。ドラゴンアックスも使えれば使おうかなと。まあ、ガルムも使いたいな。うん。で、キラー棒もね、何個か買って、でこの辺は全部さっき見てたように言ってます。で傷薬をすげえ買いました。まあなんでかって言ったら、あの逃げた時にまあ回復できればいいかなと思っております。これハルバルトじゃなくてさ、勇者のさ、このにしようぜ、せっかくならさ。よし、よっしゃー。勇者の斧って2回攻撃ってことはあれだな、すぐなくなるな。15回の戦闘で終わるじゃん。まあいいや、じゃあ行こうっと。確か23話で終わりだよな。むしろこれで終わりじゃないよ。多分。あんま覚えてないんだよ。はい、闇の時間行くぜ。あ、ここか。ここね、こいつがね、くっそ強いんだよな、これ。
異常だろこれ、マジでずるすぎだろ。しかもこれ制限なしの1から2だからマジ強えからな。攻撃力38って力28ってやばすぎだろこれ。どんだけ食らうんだよ。60何も食らうぞ、やばスカスカだね。普通なら残り1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 体出せる、18体出せるんだ。ここで18体出せるのに 5人しかいないからな。これはレベル上がりますわレベル1人につきすげー上がりますわ。よっしゃ、とりあえずエフラム強いね。強い。だってあと3しか上がらんもんな。3つの項目しか上がんないからな。エイリークのレベル上げたいんだよな。ここでヒーニアスはもう無理だ。ヒーニアスとあのディスティラもう無理だ。もう強くなんねえ。ここでエイリークのレベルをぶり上げたいんだよな。でここ正門だから、ここ正門っていうか制圧だから、制圧系は特にこっちから動く必要が全くないんだよな。それがねいいんだよな。めっちゃ敵来てるな。敵来てるね。動きすぎだろお前ら。こっちから動いてこうなんかうわーってするようにしろよ。マジかこれきついぞ。一気に来ちゃうな。これ森の中行ける？あ、深い森は無理なのか。深い森は無理なのか。じゃあとりあえず森に行くか。森でみんな固めよう。エイリークはちょっと回復薬がもういないからな。もうよし、ちょっとみんな森に行って、よし森で待機。下手に固まっても回避できなかったら意味ないからな。よーし、いいぞいいぞいいぞ。あ、ちか、あれやな、レイピア使っとかないとね、邪魔だから。よーし、いいね。おー、いい上がり方。まだエフラム強くなる、あーエディクまだ強くなる可能性は秘めてるぞ。オッケー。あ、これジークリンデだな。攻撃力的にこの回避率ならばいけるな。倒せるぞ全てを。よーし、いいぞ。本当に相当回避率高いぞ今。これは当たらんぜ。持ち物、あージークリンデになってるな。ジークリンデあんま使いたくないもんな。かといってあれだからエフラムちょっと、あ、そうやな。あ、どうしようかな。ここで手やりかな。手やりで攻撃、手やりで倒す。で、これ流星部隊利用してジークリンで預けて、銀の剣バファリの剣受け取ろう。で、これで持ち物を装備で装備。オッケー、この順番に使ってくれるから、うまーい。で、レイピアで攻撃。オッケー、レイピアいらんよ。おい、鋼の剣、何使いて、めっちゃ使いて。で、使おう。これは多い方をちょっと使おう。こう武器を節約してる場合のところじゃない。うわー、マジか、毒受けちゃう。まあいいけど。じゃあこっからはおそらく消耗戦っていうか、ただの全部返り討ち動画になるのでカットします。来ましたよ皆さん。何が来ましたよ。別に特に何もないんだけど、いやー、前回なんか言ってましたよね、僕すごいこと。そう、勇者のやつは2回攻撃が強制的にできるんですよ。それでまあね、これね、スピードが高ければ4回攻撃ができるんじゃないかと思って攻撃してみた。4回攻撃できる、こんなん初めて見た。強、あいつ3回ぐらい死ぬじゃんあいつこの攻撃で3回死ぬぞ、やばいな。うわー、かっこいいな、このかける4のこの数字、いいねっていうだけです。いや、まあちょっとね、ランスバスター買っときゃよかったな。見てくださいよこれ、みんな槍なんですよ。槍槍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 槍
だから命中 50% とかになっちゃって、さすがに AD 区無理なんだよな。もう3回で死んじゃう。というところで敵をさっさと倒していこう。陣形はそうだな。こいつ真ん中、お、攻撃できる。あ、そうか、攻撃できるか。ウェイヘイ、強い。で、アメリアをファイナーさせて、持ち物を手やり、勇者の槍じゃん、手やりでいいや。あ、違うわ。手やりにしよう。鉄の槍じゃない、手やりにしよう。で、デュッセルをこれ回復しとこう。毒消し、毒消し使っとこう。毒よく受けるな、こいつ。この陣形なら、まずヒーリアスが反撃できないことはまずない。しかもこいつらが攻撃したときは必ず全員倒すという技ですね。来たよこれ。これ持ち物ちゃんと。キャリーになってる？なってないよ。よし、オッケー。おわ、ここだけちょっと見せようかな。はい、来いや。はい、ディッセルだぜこっち。これヒーリアス攻撃することまずないな。絶対にない。そしてAD君の距離まで届かない。だから、AD クが死ぬことがない。オッケー、全部跳ね返しだ。はい、無理でした。お、ヒニアス攻撃してきた。バカだね、こいつ。アホだね。死んじゃうの。手やりも取ったっけね。そういうことね。普通に攻撃せんかと思ったわ。でね、あんまりヒニアスはね、これ能力値がね、ほんと、レベル8の時点で、この能力値は本当に弱いんですよ。で、逆にあのエリクレベル7の状態、この能力値はまあ弱いけど、まあまだマシな方だから、こいつで倒します。うん、倒せません。銀の槍ハウンドラーム、オッケー、倒せる。最初からこれ装備しときゃよかった。でも3回ダメージ食らったら死んじゃうから、まあ大体 4,5 回こういっちゃうとさすがにやばいか。で、こういう状態になった時に大量のね、傷薬を使っていこうかなと思っております。そこの状態が一番いいんだよな。このゆっくりできる感じ、これがね、やっぱファイアーエンブレムっていうかね、このシミュレーションではね、大事なんだよな。ゆっくりできる時に安いものを使う。そう、 FF で言うなら安いポーションを99個常に持っておき、戦闘が終わった後にポーション全部使うという。で、ポーション99個を買ったのにすぐになくなっちゃうというね、感じでね、傷薬を使うというね。はい、ストーン関係ないよ、もう。もうね、ここまでいったらね、ストーン食らったところでね、大した問題じゃない。本当に大した問題じゃない。これ、エリークで倒したいな。ジュクリンで使うか、普通に。あ、アウトなんとか使うか。ヘイヘイ、終わりー。いいねー。で、これどっちから行くかだよな。上から行くか下から行くかだよな。もう普通に考えたら上から行った方の方がいいような気がするけど、強そうだな、上。めっちゃこの目赤いし。めっちゃ目赤いじゃん、これ。うおぉ、強そう、強そう。魔力22ってやばいな。お、しかも、こいつ3から10、10の射程がある。あー、見とってよかった。危ねえ。しかも上も下もあるんか。あー、じゃあこれ下から行った方がいいのか。あ、下から行った方が良さそうだな。うおぉ、この範囲やば。多分こいつ動かないから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。で、こいつ何回使えるの？さっきの5回か。5回で、ま、魔防が一番高いのは誰だ？魔防と HP が高いのは誰だ？11の55。ああ、装備症状態。ああ、そっかそんなんがあるのか。これ誰でも使えるのかね。あ、誰でも使えるやん。あ、じゃあアメリア無理ー。くそ、アメリアが使えたらかなり良かったのに。あー、こいつだな。使えるやろ、剣ぐらい。マジかい、お前マジかい。じゃあエフラムなんか持ってないと、強い武器。魔防が上がるやつ、防御力で。魔防が上がる武器ないかな。したら5回全部受ければいいんだよ。で、傷薬全部回復すればいいんだよ。受け取る。力だからな、これはな。こういう時にな、この防御プラス魔防ないな。聖水使うか、普通に。速さ、あ、速さない、強ないな。
ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。とりあえず誰が一番高いんだな。10、14。あー、ディッセルだな。ディッセルでダメージをやった方がいいな。あー、19。エリックが一番食らった時に傷薬使う率が少ないんだな。っていう感じでーす。では、奥までカット。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。